先輩。先輩。
ただいま。先輩、
のさ。あの時のこと覚えてる？ほら、買い出しで商店街に行った時。あの時さ、あんた言ってたよね。楽園はどこにあるんだろうって。私、さっきあんたが呼んでくれた時に思ったんだ。楽園ってきっとさ、また会えたね。私、こら、不純異性交遊はいけないのよ。さあ、2人の時間はまだこれからいくらでもあるんだから。まだ片付けなきゃいけないことたくさんあるの。そろそろ下に降りて手伝ってちょうだい。わかりました。行こう、キリュウ。